鏡さん。世界で一番面白い姫は誰だ？オーロラ姫、ジャスミン、ラプンツェル、白雪姫、隅っこ暮らし姫、どの姫が一番お好みかな？ディズニープリンセス、本日もガーデンでさようならなのだ。それでは。Thank you.
あくまで言う。よきょお、よきょお。まつり、まつり。いつも絶好調のドレミファ、音符姫ちゃん。ただいまの演奏、藤井風子ちゃんでございました。それでは毎日、よく頑張る姫、投票。はーい。それでは、本日も、天皇誕生日でお祝日でございましたが、何のその、明日も乞うご期待くださいな。藤井風子ちゃんの演奏で、ゴールデンでございましたとさ。それではね、ちょっと、細かい、ショックのフラットちゃんのナチュラルちゃん。できると、ああ、爽快。ああ、愉快。ああ、爽快。となりますのだ。これはあくまで自分が好きだからやるだけのことでございまする。それではね、深呼吸深呼吸。それでは皆様、よい明日も金曜日ですが、毎日エブリディハッピーバッサルティバッノーティアルビテンチアンダンティイタダリオン。ベートーベンの作品はドイツ語で、シューマン、ベートーベンはドイツ語で、アトリッシーちゃんなどはフランス語、フランス音楽の異端児サティちゃんもフランス語でございます。一般的にイタリア音名が多い曲でございますが、音楽用語に音楽理論も少しずつ勉強すれば、とってもああ爽快となるでございまする。それではね、皆さんも無理をしないで、構図安全、人を大切に、備品も大切に、みんなで仲良く手を取り合って、先生とお友達、あ先生いとあったまったき、先生いとあったまったき、みんなみんなもっとたまったきという曲もあります。君たち今日から友達だ。君たち今日から友達だ。おお、天才。この君たち今日から友達だという曲にも、ドッペルドミナントというコードが入っております。先生なら曲を聴いただけで、ああ、ドッペルドミナントが入っておる。と、次第にわかるようになってまいります。君たち今日から友達だ。いろんな曲も、ドッペルドミナントというコードも使われております。なんと天才。それでは藤井風子さんでした。さようなら。